こんにちは、こんばんは、ボナールチャンネルやらやす、ボナーボナー。本日もプロスピエース実況頑張っていきたいと思います。本日の企画はこちら。はい、ということで2019アニバーサリープレイヤー第2弾ということで登場してまいりました。昨日24日のね更新できたんですけど、まあ、昨日はねウーム野球部の方に行っててですね、まあ、プロスピ実況者でいうとアキさんとかクレイさんとかと一緒に野球やってたんですけど、やっぱねあの人たちはちゃんとウーム野球部の後でもね動画出してすごいなと思いましたけど、まあ、僕はね今日にやっぱりなっちゃいましたね。はい、ということで選手の確認とね能力チェックなんかしながら、ラストの方ではねガチャを引いていきたいと思います。それでは今日もね頑張っていきたいと思います。第2弾でもね豪華メンツ揃ってますのでね、ここのためにエナジーを貯めて引くという人も多いのではないでしょうか。メンバー見ていきましょう。パ・リーグ秋山選手、千賀選手、太田選手、吉田選手、荻野選手、則本選手、もう豪華メンツですね。セ・リーグ菊池選手、村上選手、菅野選手、山崎選手、ビシエド選手、藤浪選手ということで、ここの12人になってますね。前回同様今回も3回目で1人確定、6回目で自チームのね、アニバーサリープレイヤー1人確定ということでね、今回も引きたい選手は一応引けるような仕様になっていますね。僕エキサイティングプレイヤーの菅野選手持ってるんで、今アニバーサリーの菅野選手がシリーズ2でね大幅に能力が下がっていると、で結構悩んでるんですけど、まあ一応ね取りに行くことは取りに行こうと思って、リアタイ用に残しておくか継承させておくかはねちょっとまた考えていきたいと思います。でもとりあえずもうね菅野選手は取りに行きます。純正民なんでね。ではそれではね能力チェックの方やっていきたいと思います。はい、シリーズ2秋山選手高弾道84、77、77とね、パワーと走力同値なんですけど、まあミートの方が高いということでミート型ですね。守備テクス ABC と、はい、補給70、スリング71、肩71と、まあ高水準で揃ってますけど、秋山選手は来年多分海外 FA で多分海外に行くことが、あり得る選手なので、まあワールドスター枠に入るので、まあ今ここでね取っておくっていうのもありかと思います。超アベレージヒッター固め打ち選抜という能力もらってますね。千賀選手ですね、日本シリーズでねすごい活躍してましたね。84、69、81ということで球威スタミナの同値にいけるのかな、これはちょっと称号チェックしてみて、っていうところですね。いけなかったらまあ球威型で使っていくっていう感じですかね。千賀選手はフォークは、まあ、もちろんなんですけど、カットボールがね B っていうところで、カットボール結構使っていけるんじゃないかなと思います。ツーシームもねあるんで、リアタイでもねかなり活躍するんじゃないかなと思います。奪三振伸び選抜と、結構リアタイでもね使っていって打ちづらい選手の一人なので、12球団オーダー的にもね欲しい人いるんじゃないかと思います。日本ハム太田選手パワーヒッター76、79、77とかなり高い水準で、まあ、3つ揃ってますという感じで、ライト A ですね。守備適性、守備適性高いとやっぱ使いやすいんでね、肩も80ありますし、なかなか良いのではないかと思います。超パワーヒッター固め打ち選抜、特殊能力もらってます。いいと思います。吉田正尚選手アーチスト81、80、68ということで、いやかなり強いですね。ここミートパワーの同値狙っていきたいですね。コンボ的にも組みやすくなると思います。守備適性的には C で、54、50、47っていうところなんで、まあ、若干守備はね、まあ、めちゃめちゃいいっていうわけではないんで、まあ、DH 枠に入ってくるかもしれないですね。はい、超アーチスト固め打ち選抜、固め打ちの選手多いですね。みんな固め打ちだ。吉田正尚選手いいと思いますよ。12球団オーダー純正どっちにも入ると思いますね。さあ荻野選手ですね。荻野選手ね、まあちょっと一部ね、いろいろあっても画像がね出回ってたりしましたが、まあそういうこともねありますよという感じですね。はい、中段度81、68、65度、ミートがめちゃめちゃ上がった気がしますね。いいですね。81、85、まあ、総力ギリギリ S には届かないよっていう感じですかね。守備テクス C、 肩結構強いんですね。肩強いイメージ全然ないんですけど、僕はパ・リーグあんま見てないからですかね。パ・リーグばっか見てる人は結構肩も強いの知ってんのかな。盗塁20丸か、うわダイソーとかで使いたいですね。固め打ち回多いな今回、固め打ちないとダメなんかぐらい固め打ち多い。いやいいと思いますよ荻野選手。俊足型とかがね好きな人は、取りに行っていいんじゃないでしょうか。はい、楽天からは則本選手82、76、87とね、まあ、めちゃめちゃ高い能力ですね。則本選手怪我なんかもあったんですけど、なんだかんだやっぱね活躍して素晴らしいと思います。ストレート、スライダー、スラップ、フォークということで、シリーズ1と比べて特に能力落ちてるってことはまあいいのかなと思います。奪三振キレ選抜、奪三振ねいいですね。奪三振とか対ピンチは結構能力上がるんで、
まあ、使いやすいと思いますね、リアタイとかでも。菊池選手、写真がめちゃめちゃかっこいい。中段道、71、71、76と、中段道がちょっと惜しいなと思いますけど、まあリーグ戦向けかな。めちゃめちゃ能力が高いですね。やっぱセカンドでパワー B もらってると結構やっぱね、おって、個人的に思います。守備適性 A、 補給80、75、76とね、もう守備でめちゃめちゃ、使いやすい選手の一人となってます。チャンス20丸合格打法選抜とね、久々に固め打ちじゃない選手が出ましたね。いやー、とにかく菊池選手このね、あの写真が僕めちゃめちゃ好きなんで、もしね菅野投手当たんなくて菊池選手当たってもね嬉しいなと思いますね。はい、来ました、村上選手。10代でね、アリバに選抜される。今年の成績も素晴らしい成績でしたね。パワーヒッター62、81、70ということで、もう完全にパワー型、パワーをね育てていこうっていう感じですね。サインかっこいいな。まあ、守備はねやっぱまだ、2年目ってところもあるし、まあ、本職じゃないんでね、もともとキャッチャーだったんで、まあ、これから伸びると思うんで、まあちょっとここはね目をつぶりつつ、まあ、ヤクルト純正向けですかね、使っていきたいっていう人はねいるんじゃないでしょうか。村上選手多分能力ね今後めちゃめちゃ上がるんで、まだ19歳なんでね、早めに取ってで育てておくのありだと思います。超パワーヒッター、チャンス選抜と、特殊能力もらってます。さあ、ということで本日ね60連では、こちら菅野投手取っていきたいと思います。82、83、84ということでね、称号なしだとまさかのスタミナ型になっちゃってますね。菅野投手18番になったんですけど、今年はやっぱね金属疲労かなっていうところもありつつ、結構ね、まあ、悔しいシーズンになってますね。なんといってもね変化球がね結構弱体化したんですよね。ここのスライダーが S だったのがいきなり B になったりね、ちょっとこの辺ねリアタイとしてね使ってた人たちはねちょっと痛いかもしれないですね。産地もね下がってっていうところありますけど、援護20丸の1回戦×ということで、おそらくですけどエキサイティングプレイヤーの菅野投手をリアタイ向けで使ってスピリッツ解放とかでねずっと使っていくっていう人もねいるかもしれないです。それもありだと思います。でもただねスピリッツはね、まあ、今使うとなったらこっちの方が高いので、まあそこはちょっとね人によって悩むポイントだと思うのでね、僕もちょっと悩みながら、考えていきたいと思います。はい、山安投手ですね。84、74、63、球界をね代表するクローザーになってますね、山安選手。なんといってもツーシームですね。もう個人的にあのツーシームめちゃめちゃ打ちづらいんで嫌いです。ただ横浜だけじゃなくて普通に抑え枠でね入るんじゃないでしょうか。12球団オーダーでもいいと思いますよ。キレ20丸対ピンチ選抜という特殊能力もらってます。さあビシエド選手、高弾道81、79、65、ここはミートパワーのね同値狙っていきたい能力になってますね。ビシエド選手のいいところはなんといってもね、今打率が残せるところなんですね。まあこの能力見てもねミートの方が高くなってるんですけど、もう来日して最初の方とか完全にバリバリパワー型だと思ってたんですけどね、首位打者取ったりしてね結構器用なんだなと思いました。はい、まあ守備適性的にはファーストなら全然いいでしょう。補給42が若干怖いですけど、まあファーストの外国人っていうのはこんなもんですかね。超合格打法パワーヒッター回もらってます。ライト方向にもねホームラン出て打てるんじゃないでしょうかね。さあ藤浪選手ですね。確かツイッターでちょっと見たところ、ストレートが動かなくなってるっていうのを見たんで、もしかしたらリアタイ向けからちょっと外れちゃうかもしれないですね。76、43、76っていうところで、ちょっと制球がちょっとうーんっていう数字になってますけど、まあ9位スタミナは同値もらってるんで、コンボ的にはねまあちょっと組みやすいというところで、そこでバランス取ってる感じがしますね。ストレート、カットボール、スローカーブ、フォーク、ツーシーム、スライダーというところで、ストレートがもし本当に動かなくなってるんだとしたらちょっと残念ですけど、まあ、藤浪選手ね、ファンがめちゃめちゃ多いんでね、そういう意味ではね阪神純正で取っていきたいという人はね結構いるんじゃないかと思います。超剛速球伸び回選抜特殊能力もらってます。はい、ということで12球団、能力ポイント、見てきましたが、いかがだったでしょうか。まあ個人的な、ね、意見もいろいろあるんでね、ぜひねその辺は、考慮してね見てもらえると嬉しいです。ということで、次はガチャ動画の方やっていきたいと思います。はい、それでは、ガチャの方引いていきたいと思います。今回は60連目巨人の菅野投手取りに行きたいと思います。で、無料ガチャなんですけど、無料ガチャはちょっとまた別の動画でね、引いたので、またねそちらの動画をね、楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで、早速10連目引いていきたいと思います。ほい、さあできればね A ランクをたくさん取っておきたいところです。さあさよならのチャンスからの、なんもない、最後だけ割れたりしない、
ない。さあ A ランク、 A ランク、いやー A ランク来ない。アニバーサリーとかね、やっぱあんまり A ランクも来ないんですよね。うー飽きたよ本当に。森選手、いやー10連だけしか引けない人だったら泣いてますよ。はい、ということで20連目見ていきたいと思いまーす。と、いやー頼むから A ランク、まあ S ランク出るってほしいのはもちろんだけど、いやーあー燃えたか。いやーでも出ないんじゃない。せめて A ランク2人欲しいんですよね最低限。いやー来ないなー。おっ来てくれましたね、マルティネス投手シリーズ2ですね。2人かな、でもあー2人だったか。さおっシエノブ選手何気に初ですよ A ランク、嬉しい。はい、ということで30連目、アニバーサリープレイヤー1人確定、こちらの方引いていきたいと思います。菅野投手出てほしい。さあいきます、おいよ光ってますよ。おホームラン来たか。ホームランはでかいよこれは、来ますよ、これ来ちゃいますね。菅野投手が来ますよ。さあさあどこに来る、一人だけか。いいんだよ二人出ても出なそうです。おっおー焦った。さあここが9人目が来ないですね。ということで、確定枠一人目こちら、うわーかっこいい菊池選手来ました、嬉しいです。菊池選手好きなんだよな。菊池選手 FA で巨人来たりしないかな。いやーかっこいいなこの写真、めちゃめちゃ好きですわ。はい、大事に育てたいと思います。12球団オーダーはね作ったらどうですかって声が結構あるんですけど、やっぱねそんなにねやれてないんですよ。プロスで一応毎日やってスタミナとかもね確認しながらやってるんですけどね、ちょっと12球団オーダー作るのは厳しいかなっていう感じなんでね、まあちょっとその辺も考えながらやっていきますけど、とりあえずはね中世で頑張っていきたいと思います。ということで60連目までで出すしかなくなりましたね。これはアニバーサリーやっぱちょっとね厳しいですね。はい、ということで40連目引いていきたいと思います。おい、うわーなんもない、さよならのチャンス。いやなんもねえな、ほんとほんとなんもないじゃん。いやつらい、うわーこれもう A ランク一人のパターンだよ。 A ランクが欲しいんだけどな。ダメでした、はい、おアニバーサリー大岩選手来ました。アニバーサリーの A ランクもかっこいいんだよな、やっぱ早いですね60連は。はい、ということで5回目、50連目引いていきたいと思います。どっかで神引きしたいんだよな、来てほしいんだけどな。つらいよ、全然出ないよ、やばくない？なんかここ最近で一番やばいぞこれ。いやー厳しい、なかなか厳しいです。あー石山投手、今回のアニバ第2弾ね、ちょっとねなかなか厳しいものがありますね。最近ちょっと神行き連発してたんで、なんかやっぱそういう時期って来るんですよね。2019シーズン入った時もね、最初の方で結構死んでた記憶があるんで、今そういう時はねもう一回来たのかなと思います。はい、ということでまあ60連目ですよ。前回も60連目でめちゃめちゃ神引きしてますから、ここで来ることを願って引いていきたいと思います。60連目いきます。ほいよいしょ、まっすぐの投手確定なんで、うーわこれ出ないんですよ。前回出なかったんじゃなかったっけ、嘘でしょ、なんも来ないじゃん、割れるだけだ、割れるだけかな、割れるだけです。さあさあ前回みたいに2人、来る気配ないですね、来ないですねこれは。 A ランクが来ない、おっ、ああ田中選手 A ランクが来ない、うわ A ランクが来なかったよー。ということで菅野投手、
はい、来ました。かっこいい。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。アニマ第2弾はちょっと今年はなかなか厳しいね、ガチャ動画になっちゃいましたね。はい、でもね、何回も引いていけばそういう時もあるのはもう分かってますしね、神引きと言われるね、引きもね、結構してたので、まあ今回はね、まあそういう時もあるなと思ってね、今後も頑張っていきたいと思います。この動画がいいなと思った人ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャンネル欄の通知ボタンを押していただけたら動画があったらすぐに通知が飛んでいくので、ぜひそちらの方も押してください。ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。